先日劇場版名探偵コナン第27弾のティザービジュアル、そして特報 PV が公開されました。イエーイということで、今回は公開されたティザーと PV、 そしてあらすじなどをもとに考察と展開の予想をしていきたいと思います。思います。はいはーい、おくんです。はいはーい、つーちゃんです。ということで早速始めていきたいと思います。はい、ではティザーの感想からいきたいと思うんだけども、うん、私たちもタイトルの予想の動画を上げて予想していたんですが、うん、皆さんの予想通り第27弾のタイトルは100万ドルの道しるべでしたね。いやまさかさ、五稜星って書いて道しるべって読むとは思わなかったね。思わなかったね、うん、このね、みんな見て、キッド様が持ってる手袋、右手を見て、はあ、これね、片手の手袋を外しているのか、うん、それとも誰か別の人の手袋を持っているかという可能性もあるんだよ。あ、別の人の説。そうってことは、うん、統一。そう、可能性あるよね。初代キッド。そう。あー、なるほど。そうなんだよ、最初にね、ここにね、目が行ってさ、はい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 、この手袋、誰のなんだろうって、片手外してる、それとも絶対なんか意味あるでしょうって思ったんだよ。はあ、気づかんかった。そして注目するのはさ、うん、中央の平次とカズハ、うん、カズハ泣いてますけど、これってもしかして平次ついに告白かって思うよね。うん、ただね、劇場版でね、新一トランもなかなか発展しなかったっていうのもあってね、劇場版で告白が成功するのはどうかなって思っているので、平次頑張れ。まあ頑張って、工藤くんよりもね、いいシチュエーションで告白してください。そうだね、平次頑張って。頑張って、うん、そして来るか来るかと予想していましたが、沖田くん。いや沖田くんね、来るとは話してたけれども、うん、本当に来るとは思わなかったね。ね、京都先進高校の沖田くん、はい、どんな活躍をしてくれるのか楽しみだね。そしてからくれないの、うん、あの2人、もみじさんといおりさん、ね、この2人も出てて、うん、いおりさん正体は原作で明かされてるじゃん。ええ、明かされましたね。それで満を持してのティザービジュアルで出てるから、うん、これいおりさん活躍するのでえわと思っちゃうよね。うん、いおりさんのアクションシーンとかあったら面白いよね。おお、それあれ熱いね。熱いよね。そしてね、この3人、沖田くんといおりさんとのもみじさんね、見上げた目の先、まあ、一体何があるのかっていうところだよね。何見てるんだろうね。まあもみじさんはあのカズハを睨んでるかもしれないけれども、まあもしかしたら平次を見てるかもしれないしね、うん、目線の先にキッドがいる可能性もあるし。あ、まあね、そうそう、まあ別の何かを見ている可能性もあるので、はい、まあ、分かんないのでね、うん、何を見てるのかなって思いましたね。うん、うん、そしてセンスいいなって思ったのがさ、うん、謎解きと書いて駆け引きと読むんでるんですよ、ここね、うん、これから察するに謎ミステリーと、うん、ラブがやっぱ入ってくるんだな。駆け引きって言ったらね、うん、ただこれキッドが言ってるんだよねみたいな。そうだよね、誰目線って思ったらやっぱキッドだよね。そうなんだよね、恋の駆け引きだけじゃないのかもしれない。そうだね、うん、あとはですね、もう第27弾は五稜郭が爆破ですかね。五稜郭終了のお知らせかもしれないね。はい、はい、まあ、ティザーにあるということはちょっとあの爆破する可能性がちょっと高まったかなっていう。ある意味爆破予告だよねこれね、かもしれないね、うん、まあ、春のね風物詩というか、ね、どんな風物詩だよ、はい、季語みたいなもんですからね爆破ということで、最初の超特報、あのキッドのね超特報がシリアス風味だったんだけど、うん、今回のこのティザービジュアルだけ見ると結構ギャグ寄りのストーリーに行くのかなっていう印象を私は持ちましたね。そうだね、平和そうだもんね、うん、そうそう平和そう、うん、平次とカズハだけにね。なるほどなるほど、はい、ということで今度はね特報 PV の感想いきたいと思います。はい、お宝はねやっぱりあの最初の予想通り刀だったね。しかもさ、うん、脇差し2本、いや結構謎めいてるよねこの刀。お宝がね1つじゃなくて2つっていうね、はい、ところがね、じゃどういくのかなっていう気になるところだよね。なんできっと刀狙ってるんって思うよね。まあそこがやっぱ根本でしょうねストーリーのね、うん、あとは平次がとんでもないところでアクションするっていうのは事前情報で言われてたんだけど、うんうん、ちょっと PV だけ見ても平次どこ登っていく、ステンドグラス破壊機みたいな。今回も被害総額が高そうです、ね、あとさすっごい気になってるの、はいはい、あのね、うん、コナン君がこの PV さ半分ぐらいは清掃でいるんだよ。
あいつものね、蝶ネクタイで、そう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 、はい、青のベストで、そう、一周回って最近の劇場版ではコナン君の清掃珍しいんだよね、多分。はいはいはい、そう、結構あの、まあ、決めてる格好のことが多くてさ、黒金の時もさ、すっごいかっこよかったじゃん。あ、いいセンスのね、服を着てらっしゃいましたもんね。そうなんだよね、劇場版での服って毎回楽しみにしててさ、うん、清掃こそコナン君だから、はいはいはい、そう、でもいろんな服見たかったからさ、うん、清掃中心なんかなと思って、ちょっとそこね、気になってる。続報をお待ちしております。ぜひお待ちしています。あとね、うん、あの PV 見てすっごい思ったのは、うん、平次さ、うん、真剣でキッドに切りかかってるじゃん。そうなんだよね、あのさ、殺意高すぎないか。 PV でのセリフをさ、うん、実際にキッドに言うかどうかっていうのはまだ分かんないんだけど、特報だからね、特報だからね、うん、ただセリフも合わせるとかなり殺意高いよね。いや君高校生だから真剣持って人に切りかかっちゃダメだから。逆手で持っててめちゃくちゃかっこいいんだけどね、柔道法違反だよね。そうスクリーンでね、あのシーン見たいね。そして舞台が北海道っていうことで、今回の PV で北海道警察が出てるので、中森警部はね、出ないのかなと思って、キッド専任なので中森警部やっぱ出てほしいなっていうのがありますね。いや、やっぱ呼ばれるでしょう。いるかな。いや、いるでしょう。見てほしいな。そしてね、キッドのモノクルが、うん、もう平時の攻撃によって吹っ飛んだじゃん。はい、お顔がご尊顔が公開されるちゅうことで、うん、いや、その顔、お前の後ろにね、何が続くかって、もうこれすっごい気になるよね。そこが一番気になるよね。いや、今回の PV の最後、本当にインパクトあったわ。もうね、ここについてめちゃくちゃ語りたいんだけど、うんうん、ここはね、この後の考察で語りたいと思います。はい、あと、PV で映ってる映像が劇場版になるとなくなることも、メタデコナンあるんで、ここのシーンは劇場版でぜひ見たいです。スクリーンで。よろしくお願いします。お願いします。で、一個気になったんだけど、うん、この PV だけ見るとちょっとね、コナン君の活躍がね、あんまりこの PV では見られないんだよ。まあ、確かになんか難しい顔して眺めてるみたいなね、そういう場面が多かったよね。うん、まあ、ただね、事前情報で、あのコナン君もね、うん、とんでもないスケボーアクションあるっていう事前情報もあるので、活躍はしてくれると思うんだけど、いや、やっぱね、スケボーアクションだよ、うん、コナン映画は。そうなんだよね、うん、次の PV でね、見れるといいなってちょっと思います。はい、うん、で、ティザーだけ見たらギャグ寄りかなって思ったんだけど、うん、PV 見るとやっぱシリアス系いくんかみたいな感じで、ちょっとどっち行くのかまだ分かんないっていうのが正直なところ。どっちに向かうかっていうのが分からないよね。では次は監督、脚本、そして音楽についてね、ちょっと見ていきたいと思います。はい、劇場版名探偵コナンの第27弾の監督と脚本、すっごい気になってたんだけど、うん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 、第27弾の監督は長岡千佳監督です。はい、劇場版名探偵コナンではこのような形で作品に携わっておられます。演出から入って助監督を経て、根性のフィストで監督をやられてたんだね。そうですね、根性のフィストの方が初監督っていうことでね。はい、はい、そして脚本は大倉隆弘脚本です。はい、劇場版名探偵コナンではこのような作品に関わってこられています。ってことは、はい、この2人で根性のフィストコンビってことだね。そうなんだよ、根性のフィストコンビなので、根性のフィストの時のキッドのような、まあ、活躍、うん、っていうのがやっぱ期待されるかな、うんうんうん、また見れるのかな、キッドとコナン君の共闘。いやー、ちょっとね、どっち行くのか分かんないんだよね。共闘に行くのか敵対するのか、そこがなんか軸になりそうな感じではあるよね。楽しみですね。いやー、楽しみですよ、うん、はい、そして音楽ね、音楽は今回も菅野優吾さんです。いやー、もう前回も前々回ももう音楽で盛り上がったもん。音楽めっちゃ良かったからね。うんうんうん、まあ、今回はね、キッドのテーマがどうなるのか楽しみだよね。あ、そうだね。そしてオープニングね、高校生探偵の下りのところで流れる音楽も期待してます。あ、自己紹介のところのね。そうそうそう、うん、楽しみ。では監督さん、脚本さん、音楽の方の紹介も終わったところで、はい、あらすじ、そして PV を踏まえてのストーリー考察いきたいと思います。はい、じゃあまずはあらすじからいきましょう。はい、今回ね、キッドが狙うのは幕末を生きた新選組副長土方歳三にまつわる日本刀だというところから、はい、とあの PV の方でね、脇差しを狙うっていう風にはもう言われているので、うん、土方さんで脇差し、堀川国広かな。堀川国広ね、うん、刀剣ふんふんね
あの、うんうん、出ておりますけれども、はい、その実在する刀なのか、うん、それともオリジナルなのかって感じよね、うんうんうん、そうなんだよね、うん、予告上の人の名前とかをね調べても出てこないから、うん、まあオリジナルの可能性が高いんだけど、うん、でもやっぱりこうちょっと自分が知ってる刀が出てきたらニヤッとしちゃうよね、うん、そうだね、実在する刀だったら面白いな、面白いな。そしてね、函館で開催される剣道大会のためにということでね、修学旅行じゃなくて剣道大会だったね。いや修学旅行の温泉もあったけどね、そう、うん、まあ、ということで沖田くんがいるんだなっていうことに納得できるね、うん、いやすごい納得したね、うん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 、まあ、ってなってくると、まあ、もみじさんたちがいるのは、まあ、おそらく平時の応援かな、うんうんうん、ってなってくると、うん、カラクラ内の時もそうだったけど少年探偵団も応援でいる可能性はあるよねっていう。ああ確かに確かに、もしかしたらだからまた大所帯の可能性もあるよね。そうだよね、うん、キット界だからその子いるかもしれないしね。うわー気になるな。そうだからね、登場人物ねまだ全然確定できてないから誰が出てくるのかは気になるね。で平次がキットの変装を見事見破り追い詰めるがってあるけれども、ここが、まあ、PV で戦っているシーンなのかなっていうところかな。まあそうだよね、だよね。そして変装を見破って前回受けた屈辱を晴らすためにステンドグラス破っていくと、まあ繋がってるかわかんないけどねPV が繋がってる可能性がまあどれぐらいあるかっていうところだけどね、うん、このね、ヘイジがキットの変装を見事見破った時の変装は誰に変装してるのかはわかんないからね。あ、そうだよね、そう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 、果たして誰に変装するのやら。ヘイジの活躍がね、まあ、かなりスクリーンで見れそうなのでね、絶対工藤に変装したらあかんで、絶対バレるよね、絶対バレる。平次ね、カズハの変装は見破れないけど工藤の変装絶対見破ってくるから、絶対見破れるよ。そしてね、まあ、ここまではあ、なんか名探偵コナンのストーリーだな、キット界だなって思うんだけど、うんうん、はい、あの次のね、死の商人と呼ばれアジア一帯で武器商人として活動する日系アメリカ人の男っていうのが出てくるのが劇場版だなって感じするんだよね。ここからなんか雰囲気変わったなみたいな感じで、ね、いや劇場版始まったよね。そうだね。でまあその死の商人っていうぐらいなので、キッドはまた命狙われるんじゃないかなって思うんだよね。まあまたね、あのバーンって撃たれて、うん、あのどっかの廃ビルの屋上でズリってなんか寄りかかってるかもしれないね、うんうん、なんていう根性のフィストですかねまああとこの次ね、戦況を一変させるほどの強力な武器だという噂もっていうところから、刀がこの兵器につながる鍵になっているんだろうなっていうところだよね。でも昔の日本にそんな強力な兵器があって、うん、今も隠し持ってるって相当やばいやつだよね。まあおそらくここで死の商人ときっとぶつかるんだろうねっていうね、うん、感じかな、ね、そしてですね、刀を狙うキッドに対し謎の剣士の影が迫り、あのどこの沖田くんですかね。これあのなんか沖田くんっぽいよねこれ剣士刃の沖田くんですかね。いやじゃないの、うん、まあ、ここは分かんないけどね。ここでさ、うん、刃登場だったらザバー総立ちだよ、うわーって。確かにね、可能性あるのか。いや謎の剣士刃登場やばすぎだろ。あ、コラボレーションね。そうそうそう、あ、原作30周年記念コラボレーション。いやこれは刃とマジックカイトとコナン集っちゃったね、あっちあっちそれはそれでちょっと気になるけど ね、はい、いやでも多分沖田くんやろうね。まあ沖田くんでしょうね。ということで、あらすじだけ見ても思うんだけれども、まあ、お宝関連プラス殺人事件っていうところで、まあ、やっぱりどことなく根性のフィストと雰囲気にやっぱ似てくるのかなっていう感じはちょっと受けたかな。確かにね、うん、ただ流れとかもね一緒っていうことは絶対ないと思うから、どうなっていくのか、あらすじだけでもこれだけ盛り上がるんだけど、はい、動画行きましょうか。動画の内容でね、はい、ちょっと予想しましょうか。動画でね、冒頭でコナン君がなんであいつがこれをって言ってて、うん、まあ、キッド様が、まあ、中盤でね、この刀に何があるって言うんだよって言っているので、うんうんうん、まあ、今回も刀に関する謎をキッドとコナンで解明していきそうな感じになるのかなっていうところだね、うん、共闘するのか、うん、あるいは別々の視点で真実にたどり着くのか、うん、そうなんだよね。別ルートで2人とも別々の情報を持っていて、最後の最後で情報が集まってっていう形になっても面白いかなって思うんだよね。せっかくなのでね、平次、キッド、コナン君っていう感じで3人がね別々に動いてもちょっと面白いかなって思うんだよね。そして最終的に集結するっていうね、うん、そう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 、それもねちょっと見てみたい。あとですね、何度か PV を見てて思ったんだけど、はい、予告上の雰囲気がねいつもとちょっと違うんだよこれ。そうなん？キッドの予告上って
例外はあるんだけど、基本的に白地のカードにあの文字だけプラス回答キットの名前プラスキットマークが入るっていうのがいつものパターンなんだよね。はあ、なるほど。フォント自体は明朝だったりゴシックだったりっていうことでばらつきは割とあったりするんだけど、うん、意外とカードが装飾されてるってことってないのよ、意外とね。はい、なのでちょっと予告上のこの違う雰囲気、ひょっとして初代怪盗キットの予告上の可能性もあるのかなっていうね。なるほど。そう、黒羽統一が出ると仮定するとその可能性も出てくるんだよ。そしたら、うん、この刀に何があるって言うんだよっていう言葉にもつながるね。そうなんだよね、2代目キットが出した予告状じゃないパターン。はいはいはい、はい、ちょっとそう考えると楽しくならない？なるほどね、盛り上がってきましたね。盛り上がってきますでしょ。これちょっとどうなんだろうと思って、いや気になってる。気づかなかった、予告状の雰囲気違うのは気づかなかったな。よく見たね、きらびやかだなって思ったんだよね、予告状が。そう、あのグッズとかは結構きらびやかなんだけど、うん、コナン本編では結構シンプルなんだよね、予告状。なるほどね。はい。そして TV でのこのキッドと兵士のこの戦ってるシーン、これはおそらく映画の序盤から中盤ぐらいに来るのかなっていうところが一つ予想。そうだよね、だって根性のフィストでも京極さんとキッドって最序盤で戦ってたもんね。そうだね、まあそんなにすっごい序盤ってわけでもなかったけど、中盤よりちょっと前ぐらいだったかな。おそらく今回の戦いもね、終盤ではなくてまあ中盤ぐらいに来るのかなって勝手に思ってるね。謎を解き明かしていくさなかって感じかな。そうかなっていうもんね、うん、そしてこの赤と青の刀2本あるっていうところと、赤と青っていうところに何か意味があるのかなっていう気はするよね。2本でその強力な兵器にたどり着くのかな、うん、なんか合わせ技があったりするのかな、かもしれないね、うん、ただ赤と青って言われると、はあ、第1弾の時計仕掛けの摩天楼を思い出しちゃうんだよね。あ、爆弾ね。そう赤と青。あー、なるほどなるほど、そう言われてみればそうだね。あとはあのこの家紋がちょっと気になったので、はい、家紋を調べたんだけど、まあ、家紋はちょっとオリジナルっぽいかなって思いましたね。ただね、沖田家と土方家の家紋を足して混ぜたような家紋に見えなくもない。いや、そこもなんかもしかしたら伏線かもしれない。かもしれない。ただ あの調べが足りない可能性はあるので、家紋に詳しい有識者の方がいたらあのぜひコメントで教えてください。お願いします。そしてね、季節の考察をしたいんだけれども、うん、ロゴが出てるところと、あとキッドと平次が戦っているところでは桜が舞ってるんだよね。それと登場人物みんなの服装が長袖なことから、おそらく今回の映画の季節は春かなって思います。そうだね、だって雪積もってなかったもんね、うん、あの屋上。そうただね、五稜郭が出ているシーンは雪が積もってるし、まあ、雪が降っているので、うん、はいはい、まあ、あのそこもストーリーに関係してるんだったら、まあ、冬から春に季節が移動する、うん、もしくは五稜郭のシーンは過去回想なのかもしれない。あー、なるほどね、うん、過去の事件の時とかね、はい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 、の話かもしれない。春が関わってくるのはおそらく確定かなと思います。はい、さあ、そしてシルクハットを切られてモノクルが飛んだキッド様、ここについて語りたい、うん、もうあそこからの妄想が膨らむもんね。いや、膨らむんだよね、うん、そう、まあそこがやっぱすごい衝撃だったので、うん、あそこから考えうるルートをいくつか考えてみました。おお、なるほどね、どのルート行くかみたいなね。そうじゃあお願いします。はい、第1のルート、変装も何にもしていない黒羽怪盗、つまり怪盗キットの顔バレルート。あー、はい、なるほど。一番ストレートに普通に考えたらそうだよね。普通に考えたらね。ただまあおそらく顔バレ平時にはしないかなと思うんで、第2のルート、工藤新一に変装しているんだぜとごまかすルート。あ、いつものルートね。え、そうです、いつものです。劇場版ではね、たびたび工藤新一に変装しているので、まあおそらく今回もそこに行くんじゃないかっていうのが第2のルート。まあ結構可能性高いね。まあ可能性高いかなっていうルートですね。はい、第3のルート、新一ではなく沖田くんに変装しているとごまかすルート。新一と沖田くんって顔似てんだもんね。似てるんだよね、うん、沖田くんだともしかしたらまあごまかしきれんかもしれんけど、まあ、あれはちょっと夜っていうところも換算されてね、まあ、沖田くんに変装しているとごまかすルート、はいはい、で第4のルートないと思うんですが、うん、工藤新一本人が怪盗キッドに変装しているルート。工藤新一が、なるほど、はい、あれはキッドじゃない説。そうキッドじゃない説。はあ、はい、それは考えてなかったな、はい、これなんでこう思ったかっていうのはちょっとこの後で語ります。あ、はいはい、はい、そして第5のルート、うん、最もありえないと思うんですが、沖田くんが怪盗キッドに変装しているルート。ただね、沖田
くんだったら、あの剣術で平時にあんな感じでこう押し負けるっていうか後ずさりとかしないと思うんで、あ絶対負けないだろうね、絶対負けないと思うんで、沖田くんは多分ないな。はいはいはい、はい、でまあその沖田くんなんだけど、新一への変装ってもう乱にバレるんだよね。そうだね、序盤から気づいてたよみたいな感じで言われてるもんね。そうそう、根性のフィストでもねもうバレバレだったので、うん、それ踏まえると今回は新一じゃなくてやっぱ沖田くんに変装するんじゃないかっていうのはやっぱ考えちゃうよね。まあ変装楽だしね。ただねこれさっきも言ったんだけど、新一に変装したとしても、うん、沖田くんに変装してたとしても平次はすぐに気づきそう。許さへんって言うたやろに繋がるってことね。かもしれませんね。なるほどね、はい、では最後に第27弾の映画でありそうなオマージュの予想と考察していきたいと思います。はい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 、はい、まず最初に歴代のシリーズの中からここから来そうだなって思うのを挙げてみます。はい、まず世紀末の魔術師。これはキッドが初めてメインになった映画であることと、平次が登場するっていうこともある。あー2人が登場してる回なんだ。そうそう、プラスあのねハロヨメが時計仕掛けの摩天楼オマージュが入って、うん、でサブマリンが14番目のターゲットのオマージュが入ったっていうのもあるので、まあ順番的に考えて世紀末の魔術師のオマージュは何か来るんじゃないかな。なるほどね、うん、それと迷宮のクロスロード、これはまあ平次が初めてメインになったっていうところからやっぱ来そうかなっていう感じかな。あとは平次とキッド2人が登場しているっていうところからすると天空のロストシップ。なるほどね、まあ、可能性的にはちょっと低いんだけど、うん、まあ、オマージュの可能性はあるかなっていうところかな。これはファンがにやりとしそうな展開があったらいいね。いや実はもう PV であるんだよそれ、この後言うね。あそうなの、知らんかったまああのこのオマージュっていうところでね、うん、あの監督と脚本さんが、まあ、根性コンビなので、うん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 、根性のフィストのね話題がちょっとでも出たらねファンとしてはちょっと面白いよね、にやりとしちゃうわ。そうだね、はい、ではね、まあ、すでに PV もしくはあらすじからね、あれオマージュすでにあるんじゃないって思わされる部分があるので解説していきたいと思います。さっき言ってたよね。そう、はい、まず世紀末の魔術師から。世紀末の魔術師では狙っているお宝が宝石じゃなかったんですね。今回と似てる。おーおー、はいはいはい、はい、世紀末の魔術師ではインペリアルイースターエッグ。あーあー、はい、あはい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 、はい、確かに確かに。でね、インペリアルイースターエッグこれ2個で1つのお宝だったんですよ。あれ2つの刀がある。そう、ほー、で今回もね刀で宝石ではないっていうね、ところがもうすでにちょっと世紀末の魔術師のオマージュ入ってるかなって。なるほどなるほど、思ったのと、はいはいはい、あとね世紀末の魔術師では銃で撃たれてモノクルがね壊れて飛んでるんですよ。もうすでにね、うん、またモノクル飛んでるんだ。おー、え、じゃあ結構オマージュされてるじゃん。いやだからねすでにニコニコなんだよ。はい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 。あとはねキッドが命をね狙われているの で今回もなんとなく狙われそうな気配がする。まあそうだろうね。そう、まあ、ここら辺もちょっと似通ってるかなっていう風に思うので、ああいやちょっとこれ結構世紀末の魔術師からのオマージュはありそうだなと。十分ありえるよ。もしあるんだったら世紀末の魔術師でコナン君が助けたハトとかが出てくると私は嬉しい。そう、あのハトさんね出てくると個人的にただ嬉しいです。あの時のハト、あの時のハト、ね、そうそう。でね、さっき新一がねキッドに変装するルートがあるかもしれないって言ったじゃない。言った。なんでそう思ったかっていうと、この世紀末の魔術師のラストでキッドが新一に変装して正体を守ってるっていうシーンがあるの。ありましたね、ありましたわ。そうなんだよ。あのランにねバレそうになったのをキッドが助けるんだよね、うん、逆がありえる可能性もあるのかというところ。なるほどね。そう、ただね、じゃあキッドの正体を守るために工藤新一になるのかっていうところは弱いと思うんだよね。やっぱりランのために工藤新一になってほしいじゃん。まあね、だって黒金の時だってさえさ、そう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 、そうなんだよね、うん、まあ、だからそこがあるから、まあ一種の可能性としてあったらすごいなって感じ。まあそうだね、うん。で次なんですが、迷宮のクロスロードね、すでにね似通ってる部分があるんだよね。迷宮のクロスロードからも、まずね迷宮のクロスロード冒頭から桜がね舞ってるの。プラス迷宮のクロスロードのポスタービジュアルにも桜が描かれてるの。わー、じゃあ季節は合ってるね。そうで今回も桜じゃん、うん、で迷宮のクロスロードではバイクアクションが結構前面に出されてたっていうのがまず一つと、クロスロードも刀で戦ってるの平次が。おー、そうだったそうだった、そうそうそう、刀でねやり合ってるっていう流れも似てるし、あとはねクロスロードでは敵に帽子を切られて正体を明かすっていう展開があるんだよ。その時
時はね、服部に変装し、和葉を救うために工藤新一に戻ってるんだよね。で、その工藤新一が帽子を切られて正体を表すっていう流れに繋がっていくんだけど、あー、あ、そういうストーリーだったか。そうそう、なのでね、帽子を切られて顔が見えちゃう、あれ、どっかで見ましたねっていう感じなんだよね。はい、なのでね、この辺はすごくクロスロードもオマージュしてるのかなっていうところ。なるほどね。その時、服部に変装していたのが工藤新一っていうのも踏まえて、工藤新一説あるかってやっぱまつながってくるんだよね。なるほど。そう、プラスね、原作30周年記念っていうのも踏まえると新一出てきてもいいのかなとも思うんだよね。まあ、確かにそんな記念の時だったらね、出てきてもおかしくはないよね。そうなんだよね。ただ個人的にはね、やっぱり新一になるんだったら、やっぱ乱を救う展開がやっぱ一番しっくりくるんだよ。クロスロードの時は和葉を救うためだったんだけど、いやでもやっぱ誰かを救うためにコナン君は新一になるから、今回もそうなるのかどうなのかっていうところをちょっと注目して見ていきたいですね。はい。というわけで PV、 そしてあらすじなど考察、そして予想してきたんだけれども、第27弾、キッド VS 平次プラスコナンで行くのかなって一番最初思ってたんだけど、うん、キッド VS 平次っていうのは確定で、うん、ちょっとコナン君のポジションがまだ分かんないなっていうところがやっぱ一番の今の印象。コナン君のポジションがどこに行くのかでだいぶ話が変わりそうだよね。そうだね。っていうのと、あのこれはすごく個人的なんですけど、はい、第27弾の映画4月12日公開なんだよ。ということで1412ですね。怪盗キッドは1412号なんです、そもそも。あ、そうなんだ。そうそう、それを新一のお父さんの優作が走り書きされたのを1412っていうのをキッドって読んだから、それが世間に広まって怪盗キッドになったんですよね。あ、じゃあ、うん、それを見越してのこの公開日いやなのかなと思ってさ、4月12日がさ、たまたま金曜日なんだろうけど、でも4月19でもいいわけなんだよね。はいはい、だいたい毎年の流れで考えると。でもそこを4月12にしたのはやっぱ1412なのかなと思ってにっこりです。なるほどね。はい。そりゃファンじゃなきゃ気づかんわ。まあそんなにっこりしてるのですが、まあ今のところのね、印象でいくと、これから先もね、いくつかまた PV 出てくると思うんだけれども、うん、毎回出てくる PV で印象がガラッて変わってきそうな雰囲気がしている。そうだね、うん、今まだわかんないからね。そうだね、正直まあいろいろ考察はしてきたけど、うん、ぜひ予想をね、裏切るような展開が来てくれるとファンとしては嬉しいね。はい、はい、ということでね、皆さんが立てた予想、そして考察などもありましたら、ぜひぜひ知りたいので、よかったらコメントをしてもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。来年27弾の映画も皆さんぜひ一緒に盛り上がっていきましょう。おお、この動画面白いと思った方はグッドボタン、高評価、それからチャンネル登録、皆さんのコメントもお待ちしております。お待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。おつまさんでした。いや、考察に熱が入りすぎて喉が枯れましたね。毎度のごとく。毎回枯れるんだよ。あー、コナン君の活躍楽しみ、プラスキッド様の活躍楽しみ、平次の活躍も楽しみ。相変わらず愛が重いな。みんな活躍してね。